第二中央城から来ました真野です。この恋のこの昭和の説明をさせていただきます。まず何といってもこの昭和この炭質が非常にいいです。で紅もいいですし、まだちょっと細身の2歳ですけどもしっかり飼っていただければボリュームが出てきたらこのやっぱ昭和のこの炭紅が生きてで白地はこれだけしかないですけど大きくなると白地も大きく見えてくるので迫力のある、炭質のいい昭和になっていくと思います。